ネコニーエクスハート3。ハルキ殿、一の家臣である拙者が朝のご挨拶に参りました。最近いまいちないがしろにされているようなという疑問や葛藤もなくはないですが、それはそれ。さあお目覚めの。犬の匂いは上半分ならばよい。良いとは言えませぬが、許せなくはないという程度でござろうか。その代わり、むっちゅー。塩昆布をちょっぴり入れたぐちゃぐちゃ卵焼きの気分だよ。拙者は無論卵ご飯で、塩昆布もお忘れなく。しょっぱくて美味しいよね。うむ、しょっぱいのは大切なことだ。うむ、おはよう主殿ではなく、ハルキ殿。うわぁ、うーって言ってるよ。慣れる以前の問題では。あやつ、拙者のハルキ殿呼びを真似するとは、アイデンティティへの挑戦でござる。他意はない。あの態度、さてはお兄ちゃんのことが大好きと見たよ。言わずもがなであるぞ妹よ。ハルキ殿の大徳に触れれば、誰であってもハルキ殿という大いなる傘に入りたいと願うもの。見えたでござるな、天下。ほら北条、たるみすぎじゃないか。なんだその厚かましい態度は。食べたければきちんとお願いしろ。というわけで拙者もそのおかわりを。思っていたのと違いますわ。さようでございますか。ああ、旦那様には大層よくしていただいているかと思いますが、姫様は何かご不満が。不満とかではありませんが、どう言えばいいのかしら。客観的に見て私たちの置かれている立場は居候ですね。それよ、もっとこう緊張感とかあるでしょう。北条さんはあれから一向に私たちやサイが忍びのことを尋ねてきたりもしませんし、興味がないのなら私たち追い出したって良さそうなものなのに、そんな気配もありませんわ。生殺しのように感じると。ハルキ殿は悩んでいるのでは。まあおしゃべりに。たまには喋る。そうやって彼の肩を持つのではなく、いきなりのことで戸惑うのはわかりますが、そろそろ一週間が経ちますのよ。では決断を迫られては。意地悪を言わないで。
私からそんなの厚かましいでしょう。姫様はもとより十分に厚かましい要求をしておりますが。それはまあ、でも違うの。今もしそんなことを聞いて断られたら終わりでしょ。外堀を埋めていくべきですわ。ではそのように。雑なの？そのようなことはございませんが、最後は姫様のお気持ちですから。私たちはただお心に従うのみ。そうですね、シノ様。うん。ネコニーエクスハート申し訳ありません。姫様がお風呂を使っている旨お伝えしようとしたのですが、姫様の裸は旦那様のイメージとは違っていましたか？単に女性の着替えを見てしまったというのとは違う反応のようにお見受けしますが、何よ。舐めるように人の顔をジロジロと。さては卑猥な想像をしていますのね。最低ですわ。年頃の女性と同居しているというのに、あなたには叱るべき配慮がまるでありませんのね。何ですの、その目は。文句でも？こういうことですぞ、春樹殿。日差しを貸すと母屋を取られるのです。善意には必ずしも善意が返ってくるわけではござらぬ。どういう意味ですの？ずうずうしいと言っているのだ。いいえ、ここは春樹殿と我らの城。居候の分際で春樹殿より先に湯を使うだけでも厚かましいというのに。全面的に同意にゃ。自分が鍵をかけ忘れたことを棚上げして春樹様を責めるとか意味わかんねえにゃ。うち知ってる。自意識過剰ってやつだぴょん。姫様、ここは素直に謝った方が。どうして？だって私。万が一にもありえぬが、春樹殿がお主の裸を所望なら、愛わかりましたと衣服をすべて脱ぐくらいで当然の態度だ。あなた、普段からそのような。だいたい、私は、あなたの下につくつもりは、あくまで対等の。お主の火に目をつぶって春樹殿は謝っておられるのに、ぐちぐち文句を並べておいて何を言っている。
拙者なら文句どころか、いつでも一緒にお風呂に入りますが？あなたの言うことも少しくらいはわかりますが。素直に非を認めるべきだ、ひまり。私の自意識過剰でした。謝罪を受け入れていただけますよ。そして心よりお願い申し上げますわ。もう済んだ？パンマン、さっきからお腹がグーグー鳴ってるよ。何かしらこの疎外感、まさかとは思いますが、ジャネやシノまではあの方に心酔して私をないがしろにというような。そうでしたわ。そもそもシノはあの方の忍びとして銃を口にしていました。もしかして私間抜け、優秀な忍びを献上しにのこのこ現れただけというような。この件はこれっきりといたしましょう。それよりこれっきりも何もお主が勝手に騒ぎ立てていたのだろう。本日のご予定は特にないようでしたら、私にお付き合いいただけないでしょうか。共に忍びを率いるに、たまには合同で鍛錬というのもよろしいでしょう。何するの？お待たせいたしました。失礼。これは通称忍者将棋と呼ばれる忍びの指導者としての技量を養う訓練法ですわ。ざっくり説明すれば、カードゲームとボードゲームを掛け合わせたような内容でしょうか。競技者はそれぞれに特徴のある複数種類のカードから自分好みにカードを選択して自分デッキを構築します。あなたは初心者ですから。はい、スターターパックの忍び軍パックかっこ猫でよろしいでしょう。私は自分のと言いたいところですが、さすがに不公平ですからね。スタンダードの罠多め封印パックでお相手します。細かいことはよろしいでしょ。遊びのようなものですわ。はい、これ。猫ばっかりでござるな。猫強いですわよ。全方向に3マス動けますし、特に前方からの攻撃は確率回避というユニークスキルは超鬱陶しいですわ。不満ばかりね。でしたら私の罠カッコ亀と猫人1枚交換して差し上げましょうか。私の忍び札は虎に1枚と犬に1枚、あとはタヌキとハヤブサが2枚ずつ。忍びの数ではあなたが断然有利ですわよ。今から言い訳？実戦でもそんなことをおっしゃるつもりかしら。ハルキ様、あんじゃ自分が子供の頃から慣れ親しんでる競技で勝ちに来てやがりますにゃ。見てなさい、シャナ、シノ。いずれサイが治める私の兵法を。ということで先手どうぞ。じゃあこの猫はタマね。タマが動かしてもいい？害なしなのか、あるいは例えば私が犬人を。おい、ハルキ殿を待たせるな。わかってますわ。みやびですわ。さて兵は神速を良しとすべきもの。
この本陣への直行ルートあなたには見えて。猫パックって竹槍入ってました？竹槍ごときで失敗、むしろ失態ですわ。飛行がついているハヤブサを進めていればいたずらに配下を知らせずに済みましたのに。またでは返す刀で拙者が攻撃を。ヌン！猫うざすぎますわ。ひらひらと全然落ちないじゃない。これはゲームのバランスが崩壊しています。拙者だぞ。お主たちのぬるい攻撃などに遅れを取るものか。タマもさっき倒したよ。僕もですわ。こんなことってありますの？ハルキ様、そろそろ私にも働き場を。こっちから迂回していけば本丸を目指せます。うちもうちも。そんなにいっぺんに来ないで。と油断させつつ犬人オープン。犬には言わずと知れた罠忍者のダブル効果、つまりは潜伏スキルがあります。さあ行きなさいシノ、手薄になった本陣を。じゃあそれうちね。バサー、猫塚を倒したぴょん。マヤのような太っちょまで巧みに使いこなすとは、さすがハルキ殿、軍略家でござる。どうなっている？配色濃厚かと。手持ちの忍者があと2枚しかありませんし。まだまだですわ。罠過去またたびを踏ませることができれば猫にを寝返らせることができます。結構です。初めての競技で完勝とは、さすがハルキ様、感服しましたや。気遣いが惨めです。私罠デッキは普段あまり使いませんもの。この勝負は無効ですわ。余興はここまでにいたしましょう。いらして。おにぎり早食い対決。なんか急いでる時とか早食いは大事ですわ。力の差を思い知りなさい。そういう事情なら仕方ありませんわね。おにぎり食べていい？卵焼きとウインナーがいいでござる。待って、午後もよ。むしろ午後からが本番ですの。ちゃんと訓練に付き合ってください。公園とか隠れて移動して結界を張ればいかが？ハルキ様はなんでこいつこんなに必死なんだって思っていらっしゃるぞ。何も伝わってねえにゃ。自分が上ってことを見せつけて交渉を有利に進めたいんだろうけど、逆効果じゃねえにゃ。ほっといていいのにゃ。まあお優しい方。あなたとも仲良くしていけそうです。はあ、うっせえにゃ。ですがおそらく律お嬢様のお見立ては半分ほど外れかと。私たちの姫様は可愛らしい方なので。体力。最後に物を言うのは体力ですわ。たとえお金がわんさかあったって寝たきりでは上手に使えないでしょ。任務のたびに
脇腹を押さえてふうふう言って忍者の足を引っ張るのでは指導者失格ですわ。タマがおんぶするから平気だよね。うむ、ただの難癖だ。あやつ威張りんぼなだけであるぞ。必要なのでしょ。では早速、マラソンでもするおつもりですか、姫様。町を走り回るなど私たちの立場を考えれば論外かと。分かっています。ではあ、手押し相撲と地面にかかとで土俵を、はい、完成。この丸の中に二人で入ってえいえいって押し合いますのよ。筋力とかバランス感覚とか勝負の数勢を見極める読みとかいろいろ試されますの。私嘘ついていませんわ。ではよろしいわね。では僭越ながら審判を。見合って見合って、はっけよーい、残った。なんて恐ろしい競技。あんなに勢いよく手をパーンってやったら手首とか痛くなっちゃうぴょん。手加減の必要はござらぬ、春樹殿。器の差を小娘に見せつけてやるのです。まっすぐ立つのではなく、内股でへそで地面を押さえるつもりで重心を落とすのです。耳元でわめくにゃ。おへそで地面を、ああ負けちゃいそう。やっ、えいっ、正気。あいにくですが勝負とは非常なもの。お覚悟。キャッ。勝負あり。逆転勝利だね。卑怯ですわ。あなたも自覚しているでしょ。私の胸に手を。姫様がご自分で飛び込まれたのです。ですが競技を提案したのも姫様でしょ。大体お主だって散々春樹殿の胸をついていただろうに。私ともあろうものが、あんなほんのちょっと胸をギュッて握られたくらいのことで、私を小娘と侮っているのね。あなたなりに私の将としての器を試そうとそれにしたって。何よメスの声を出している。春樹殿に欲情しているのか、お主。最後の最後で生きるか死ぬかを左右するのは己の武力を置いて他なりません。すなわち組手、組手ですわ。うん、2発かわしたか。思いのほか動けますね、あの方。許せませんわ、あなたばっかり。余裕を見せてるおつもり。そちらが仕掛けてこないのなら、ふん。
こやつが勝手に逆上して春樹殿に殴りかかったのです。お守りするのは忍びとして当然でござるが。春樹様は人が良すぎますにゃ。そういうとこを直した方がいいと思うぴょん。それに拙者は春樹殿の手足に等しいので、組手ということなら拙者が春樹殿の拳として叩きのめすのが筋かと。大層慕われていらっしゃいますね、旦那様。おや？の血族に風魔が入り込んでいるとでも。まさか。しかしあの耳は紛れもなく。耳？どう？下世ぬ。拙者の春樹殿への忠誠に曇りはないが、苦言の一つ二つ、うっかり口をつきそうになるというものだ。すでに言うことが矛盾してるにゃ。これが黙っていられるか。なぜ拙者たちが外に出されなければならぬ。それは、玉たちには聞かせちゃいけない話かもしれないからってことじゃないの？まあ、お利口な妹め。誰でもそう思ってるにゃ。気になるぴょん。サイガは実は忍者なの？おい。しれーっとしているが。申し訳ありません。主の事情を軽々しくお話しするわけには参りませんので。まあ、もやもやする。こっそり覗いてこようか。よすにゃ。さあ、脱出成功と。あの場はしばらく式に任せるとして。こうしていても拉致が開きませんわね。まず驚かせてしまいましたでしょ。ごめんなさい。頭？ああ、殴られたところということですわね。もちろん。あれくらいどうということはありません。あなたはあの子たちにとってとてもいい主なのでしょうね。困った顔。まずこの耳のことですわよね。気になって仕方ないでしょうし、最初からお見せすべきだったのかも。そうしなかったというのは、そうね、どこかではコンプレックスなのでしょう。これが雑賀衆が払った代償の一つ。私たちの一族は長い歴史の中で亜人と交わり、その血を取り込んできましたの。戸籍も何もない亜人を相手に、結婚も何もないでしょう。人であり獣というのは、まさしく私たちサイガを指すものでしょうね。私たちは人の社会に深く根を下ろしながらも、こうして亜人としての特徴を受け継いでもいます。サイハと付き合いがあるのなら、心当たりがあるのではなくて。立ってるものは親でも使えのような、便利なものは何でも取り込むというのが先祖の考えとしてはあったようです。ただし取り込むだけ、その血に飲まれるのは論外。私のように
亜人の特徴が濃く出てしまった者は一族でも相応の扱いを受けます。つまり血に負けた、人として生まれては来なかったと。何を怒っていますの？大体察しはつきますが、いじけたことを言ってしまった私のせいね。そういう言い方がすでに気を使っているじゃない。やめてくださる？って、私が言うのも厚かましいかもですが。私はこの耳を恥じてなどいません。そういうことではないでしょう。私は革命者、そう、ジャンヌ・ダルク的な立場で一族に蔓延するそうした偏見とも戦っていくとお伝えしたかったのです。なるほど、つまり私に協力すると取ってよろしいのかしら。生きるか死ぬかですわ。ですから私はこうやってあなたの決断を待っているのでしょう。この耳のことを隠していたのは謝りますわ。猫さんたちが混乱しないようにあなたが整理して伝えてあげてください。まだ何か？お礼を言われるようなことではありませんわ。姫様。キャッ、はあ、さっきの態度には失望しました。旦那様は姫様の境遇に同情し、かつてないほど前のめりになっておりましたのに。覗いていたのね。なぜ、あえて突き放すような態度を？あれでは、旦那様の気持ちも宙ぶらりんです。だって、聞いていたのならわかるでしょ？あの方。プライドに触るというほどの物言いではなく、私のことを可愛いって言ったの。私、男の人にあんなこと言われたのは初めてで驚いてしまって。旦那様は耳を可愛いとおっしゃっていたような。もしかしたらあの方は私のことがす…ストップです、姫様。あまり一人で考えすぎると思考ばかりか行動までが硬直してしまいます。これはよくありません。まず姫様が何より優先すべきは旦那様とのご関係ならば今はまたとない好機、完全に流れが来ております。いつの間に？よろしいですか、姫様。これは生き抜くための戦い、戦いとは非常なものであり、勝ち以外に価値などはございません。この際です、色恋や情などは一旦頭から追い出してしまわれなさい。色恋情？姫様の覚悟を行動で示すのです。具体的にはそう、色仕掛け。鉄は熱いうちに打つものです。今はまさに臨界点。こいつには俺がついてなきゃと思わせてしまえば、勝利は我らが手のひらのうち。女は誰しも武器を持っております。出し惜しみしていかがなさいます？でも私そういうことの経験がなくて、いざとなるとちょっぴり怖いわ。姫様、野望のため、目的のためということでしょ。わかるわ、わかるつもり。でも、もし、うまくできなかったら。ご安心ください、姫様。
シャナがおりません。まずは殿方の体の仕組みからですね。急所とされる場所は、姫様。ええ、わかっています。あなたは手出ししないで。はい。ご分を。北条さん、ちょっとよろしいかしら。入っているのは承知で参りました。決めたら徹底的にやるのが私の流儀です。そうよ、ここまで来て臆病風に吹かれるなんて私ではありませんわ。えい、よろしいですか旦那様。姫様は大丈夫です。一応ということもないですが、ご報告をと。
お借りしている部屋でぐっすり眠っています。今頃、松茸の夢でも見ているのではないでしょうか。お気に召しませんでしたか？冗談は増えてて、申し訳ありません。突然のことに驚かれたかと思いますが、どうか姫様の人物を誤解なさらぬよう、正真正銘の生娘です。先のあれこれは真面目さをこじらせた結果と申しますかですが、これで分かりやすくなったのではありませんか。姫様は全てを打ち明け、あなたのご協力を得るためなら何でもするという覚悟をお示しになられました。それを受けてのお考えはいかが。そういうのとは。悲しいというのは姫様がという意味でしょうか。知りたいこと思いのほか前向きなお言葉ですね。それはどのような。例えば協力にあたっての条件。そうは見えませんか。それは復讐など虚しいというようなことで。残念です。皆様方は旦那様が忍びの王になる未来を思い、あなた様に力を示さんと息上がっていたようでしたが、まあはい、そうですね、否定はいたしません。私も同じですから。私はろくでなしの根なし草です、忍びとして。あなたにはお聞かせしたくないような任についたこともある身ですが、こんな私でも姫様への忠誠だけは偽りのないものと誓います。そして忍びの忠義とはただただ主と仰いだ方のお心に沿うというものです。旦那様に富や名誉への欲はなく、万一にも配下を危険にさらしたくないと。お気持ちは私なりに理解いたしました。では交渉は決裂ということで。あえてそのような言い方をするということは何かしらあるのですよね。あなたがあれほどまでに皆様方に慕われている理由がようやく私の中で腑に落ちました。
うなれば、あなたは守りの主。あなたのそばにいることで、私たちのようなものは安らぎを得るのでしょうね。あまり覇気を感じないのがたまに傷ですが、それも好き好きでしょうか。シャーナと、あなたがもし姫様の申し出を断ることがあれば、どんな手でも使ってしまおうと思っていたのですが、毒気が抜けてしまいました。私も成功法ということで。お召しになりたいのでは？今ならこの体が思うがままでございますよ。お慕いしているから申し上げているのでしょ。いけずのこと。今度は旦那様から口づけをください。そんなことおっしゃりながらも。キル！うん、残念。ですが、私のお気持ちはすでにお伝えした通りです。お召しになりたければ、お声掛けくださいね。旦那様。ふぅー！あやつ、予売でござるか！油断も隙もない！自覚のないまま何かされたのやもしれませぬ。お体を改めさせていただきますので、失礼。ニンニン。